前回のあらすじ。本田宗一郎がいろんな意味でめちゃくちゃヤバいやつ。間違ってないかもしれんが最初ぐらいは上げてやれ。オートバイを作って藤沢武雄を迎えて日本一になったんだよね。しかしそれは宗一郎にとって通過点に過ぎずさらなる夢を追いかけていくんだぜ。はよ続きを。それじゃ行くぜー。はじめー。ホンダの二輪車のエンジンは進化を遂げて宗一郎は世界一になると豪語した。二輪車を作り始めてまだ10年ぐらいのメーカーが大胆なことを言いますな。それで藤沢は目標があった方が良いと思って具体的な目標を作った。世界の売上シェア何パーセントを目指すとかそんな感じ？マントーTTレースに参加しよう。何それすごいの？1907年からイギリスのマントーで行われているケンヤルレースでモーターサイクルのオリンピックと言われている。そんなすごいレースにオートバイを作り始めて10年経たない企業が参加しようってこと？そういうこと。宗一郎はもちろん。やるやるやる。ですよねー。それで1954年3月に来年出場することを宣言した。動きが早い。それで世界がどれくらいか確かめるためにも宗一郎が欧州へ視察に行った。前回経営危機で行きそびれたやつか。それで夢の舞台マントーTTレースを視察した。世界を感じて闘志を燃やしたんだね。驚きと悲観で偉いことを宣言したと思ったんだ。そんなに？同じ気筒容量でもホンダとトップクラスのバイクでは馬力が3倍くらい差が出ていた。何その膝から崩れ落ちそうな戦力差。しかしここで諦める宗一郎ではなかった。当然だよね。それで宗一郎はイギリスやドイツ、イタリアなどオートバイ先進国を回りレース用の部品を買い漁った。それで持ち帰って研究するのね。しかして荷物検査で重量オーバーで引っかかってしまい空港で止められてしまった。何してんですか？結局7月の夏にコートを着て部品をポケットに詰め込んで空港をパスした。閉まらないおっちゃんだな。部品の持ち帰りに成功した宗一郎は、密輸入みたいな言い方だな。それまで製作所にあった設計課などを技術研究所として統合。1960年には株式会社ホンダ技術研究所として独立させた。研究所を独立させるって珍しいね。独立させることで責任を明確化して目的を持たせるという考えなんだ。結構考えられてるな。宣言時は1年後出場するというものだったが当然叶わなかった。だが宣言から5年後の1959年、マントーTTレースの 125cc クラスに初参加して6位入賞と健闘した。5年前は馬力で3倍の差があったのによくそこまで持っていったな。1961年にはグランプリレースに優勝、最優秀賞を獲得した。本当に優勝したのかい？これで世界と渡り合える技術があることが証明された。もはや世界一を証明したようなもんでしょ。ホンダは速さだけではなく違う追求も行っていた。どういうこと？まだレースに出場していなかった1956年に宗一郎と藤沢がドイツやイタリアに視察に行ったんだ。優秀なサッカー選手でも探しに行ったの？バイクを見に行ったんだよ。経営の藤沢も？フォルクスワーゲンなどの事務管理の仕組みを調べるためだ。確かに管理手法は海外から学ぶべきことが多いよね。その帰りの飛行機で藤沢は、家具号のように自転車に取り付けるものじゃなくて、ボディを含めて考えられない？どうしても 50cc で底辺の広い小さな商品を作ってくれ。 50cc で乗れるものなんか作れるか、と拒否した。速さを競うレースとは真逆のコンセプトだな。断られても藤沢はめげず帰りの飛行機の道中の72時間の間に何度も目が覚めるたびに 50cc のバイクを持ちかけた。催眠療法かな？宗一郎は藤沢の挑発に乗り開発指示を出し、1年後試作品が完成して藤沢に見せたところ、これは絶対売れる、藤沢のお墨付きが来たー。どれくらい売れる？3万台は売れるね。年間3万台はすごい。バカ家月3万台だ。当時二輪車は国内で月2万台程度しか販売できてなかった。その後割増で販売できるって思ったの？藤沢は事前に商品価格を提示して宗一郎がそれに合わせて開発したんだ。相場価格が鋭い営業マンしかできないやり方だな。それでできたのはスカートの女性でも乗れて、泥除けで汚れないように配慮した新しいデザイン。空冷エンジンによる高い燃費と静音性を実現した伝説のバイク、スーパーカブ C100 型だ。カブは私でも知ってるほど有名なバイクだよね。その完成度の高さから60年経過した今でもデザインなどはほとんど変わらず、世界160カ国以上で販売されて2017年で累計生産台数は1億台を突破した伝説のバイクだ。とんでもない化け物商品だったんだね。このスーパーカブは1年8ヶ月の開発期間を経て58年8月に販売。当初は売れていて鈴鹿に60億円をかけて工場を建設して
て量産体制を構築した。月に3万台も作らないといけないから設備を増強しなきゃね。しかし発売後3ヶ月でクラッチの調子が悪くなるという不具合が発生し販売不振へ。新しいものってやっぱ不具合が起きやすいんだな。それでは会議士が問題点を発見して解決した。よかった。しかし、生産しすぎて在庫が4万台溜まった。おい、こういう問題もあってヒット商品も楽なスタートではなかったということだ。だけどこれで強力な武器が手に入ったからホンダは安泰でしょ。総一郎の夢は覚えてるか？確か世界一だったよね。もしかして、そう、次は海外販売への挑戦だ。海外進出を考えていたホンダだったが、実は50年から台湾にエンジンを輸出していたんだ。結構初期からやってたんだね。それまでは小規模だったが本格的な海外進出を考えて欧州、アメリカ、東南アジアの市場調査を行った。それでどうだったの？東南アジアめっちゃいいですよ。アメリカは自動車主体でバイクは流行りませんね。これは決まりだね。それでアメリカへの進出を決定した。なんでやねん？藤沢は、世界の経済の中心であるアメリカで成功すれば世界に広がる。逆にアメリカで成功しなければ難しいと。欧州はすでに有力な自国のメーカーがあるから太刀打ちできない。だったら東南アジアを調査した意味は何だったのか。それで当初はアメリカの代理店経由で販売しようとしたが藤沢は自分たち独自の販売網を構築すべきだと主張した。これは藤沢の要文か。59年6月ロサンゼルスにアメリカホンダモーターを設立、現地にスタッフを派遣して販売を始めた。ついにアメリカ進出だー。当初は試行錯誤の繰り返し、レジャー道具として釣り具店や運動具店などでも販売した。すごいところに売り込むな。直営店を作り現地社員が砂漠の中でセールスに奔走した結果、徐々に売り上げが出てきた。現地社員の努力の賜物だね。ここでスーパーカブをアメリカに投入して、二輪のフォルクスワーゲンや、と話題を呼び急激に売り上げが伸びた。スーパーカブってやっぱすごいな。この他にも61年にドイツのハンブルクにヨーロッパホンダを設立、63年5月にはベルギーに生産工場を建設した。ホンダの世界制覇が着々と進んでいる。総一郎は、日本を豊かにするために工場建設するのではなくその土地の人を豊かにする方法を考えねばならない、と語っている。じゃないと海外で成功なんかできないよね。このホンダの成功を見て日本企業が次々と現地法人を作り始めた。ホンダが良い成功例になったのか。そしてもう一つ新たなる挑戦をした。今度は何を始めたんだ？四輪車、自動車だ。ついに自動車やっちゃいますか？55年に通産省の国民車構想が報道された。国民車構想って何？この場合大衆車という漢字で国が決めた要件を満たせば国が製造と支援をするというものだ。定員4人で時速100キロ。価格は25万円現在の貨幣価値で130万円ぐらいだな。軽自動車か。総一郎は58年に技術研究所に四輪開発のための部署を新設。7人のメンバーで国民車構想、軽四輪に挑んだ。え？自動車なのにそんな少ない人数で大丈夫なの？翌年試作品が完成した。早すぎるわ。それでテストを繰り返してたんだが、世界に通用するスポーツカーを作ろっか。いやいや軽四輪トラックを作るべきだ。え？どっちを作るの？結局両方を作ることにした。両方求めるのか。総一郎は納得できるまで製品化をしない方針だったが開発を急がなくてはならなくなった。お金がなかったのかな？通産省が自動車産業を特殊産業に指定する方針を出した。特殊産業に指定するとどうなるの？自動車の新規参入をストップ。現行のメーカーで量産車、特殊車、軽自動車の3つに集約する方針だ。航空業界でもそういう方針があったよね。これに対して総一郎は、参入を認めないって役所にそんな権限があるか、法案成立前に実績作ったるわ。この特進法は後に廃案になるのだが、急いで製品化を進め半年で作ったのが S360。特艦で作った自動車か。この動きに通産省との対立姿勢が浮き彫りになった。総一郎らしいっちゃらしいな。この年の62年10月に行われた自動車ショーで軽スポーツと軽トラックを出品した。ついに四輪車デビュー？ S360 は発売しなかったが翌年 S500 を販売。これが変わった広告を行い話題になった。昔のダイレクトメール戦法みたいな感じ？全国61市全面広告にホンダ S500 価格当てクイズというキャンペーンを打った。想像以上にぶっ飛んでるキャンペーンだった。K
結果応募数が574万通になった。すげえ。ホンダへの期待の大きさが伺えるよな。こりゃもう成功したでしょ。商用的には失敗した。あり？海外ではこのスポーツカーの評判は良くて売れたみたいだが、日本では道路事情が悪くて評判が良くなかった。スポーツカーに悪路はダメだな。四輪車デビューに失敗してさらに山一証券の破綻などの証券不況で二輪車も売れない。この上アメリカでスーパー株も売れなくなった。誰か呪われてるのか疑いたくなるような状況だな。ここで藤沢は、こういう時はディフェンスを固めるのが一番。社長、機械買いましょう。よっしゃ買うか。は？とむしろ投資した。ここで攻撃に転じるっておかしいでしょ。誰も買ってないからむしろチャンス。逆張りの発想か。この時代は好景気と不景気を繰り返していたし、四輪車を本格的に生産するための準備だったんだ。なるほど。さらにこの頃ホンダは別の挑戦もしていた。総一郎は挑戦し続けないと死ぬんじゃないの？四輪車でのレースの出場だ。チキチキマシンもレースでも出るの？懐かしすぎるわ。自動車レースの最高峰フォーミュラー1だ。もしかしてそれって俗に言う F1 というやつですか？その通り。ようやく小さなスポーツカーやトラックを作り始めた企業がやるって無謀すぎませんかね？自動車メーカーの先端技術を争う場所で、総一郎は自分の社長と技術者としての立場が戦いに向かわせたんだと思う。挑戦は必然だったのか。それで64年8月のドイツグランプリで初参戦。結果は？予選は1周も走れず決勝でも残り3周でクラッシュしてリタイアで敗北だ。グーの根も出ないほどの惨敗だな。しかし翌年フル出場して最終戦のメキシコグランプリで念願の初優勝を果たした。1年で優勝しちゃったの？ F1 に挑戦していた頃日本では軽自動車が下火になっていた。不況の影響もあったんだろうね。これに対してホンダはゆとりのある4人乗り、低燃費で低価格、馬力とスピードを兼ね備えた軽自動車を開発。牛丼みたいな自動車だな。ちなみにエンジンはバイクをベースにしてるらしい。設計思想がぶっ飛んでるな。それで1967年3月に発売されたのが現在でも続く N シリーズの始祖と言うべき車種、N360 だ。N シリーズは今でも大人気だよね。これは大人気となり軽自動車ブームが再燃したほどで2年足らずで25万台を販売した。売れ方がえぐい。海外でも排気量を増やした N シリーズを販売したところ好調だった。これはレースでの活躍が評価されたからと言われている。すごい。これで四輪車でも日本を代表する企業になった。しかしここで日本を代表する企業になったがゆえに大きな問題に直面した。逆に問題になったの？N360 は発売後日本国内販売首位を3年間達成した。ホンダさん強すぎる。この時アメリカで大きな動きがあった。どったの？技術が進化して高性能なエンジンが出る一方で安全について議論されるようになった。確かに安全は重要だ。それで消費者運動が高まった。なんか嫌な予感がしてきた。この動きが日本にも波及、日本自動車ユーザーユニオンという団体が出来上がり、欠陥自動車球団の動きが高まった。まさかホンダの自動車に欠陥があったの？もともと軽自動車が売れてなかったから代理店を通さない形式で販売をしてたんだが、これに一部の代理店が反発。それで不満が広がったようで大手新聞社の記者が、N360 は欠陥車。というキャンペーンを張った結果マスコミも煽って消費者からの信頼も徐々に低下。ユーザーユニオンが総一郎を東京地検へ告訴。東京地検に本社や研究所から資料を持っていかれ、国会でも追及された。ヒット商品がホンダを窮地に追い込むなんて、結果事故と車体の因果関係を結びつけるものはないとされ、総一郎は不起訴処分に終わった。ただの言いがかりってことなの？それでも消費者組織からの攻撃は止まらず見舞い金を払ったことにより被害者が増えて巨額の賠償金を要求された。こういうのって安易に払うのは考え物だな。ただこのユーザーユニオンの要求がエスカレートしすぎて発言も攻撃的でホンダ以外にも慰謝料を請求した結果、ユーザーユニオンの幹部二人が恐喝未遂容疑で逮捕されて実刑判決を食らってる。そんなにヤバい恐喝をしてたのか。ということはホンダの名誉は回復したの？その後軽自動車市場全体が衰退。ホンダは74年に軽乗用車の生産を休止して11年間再開しなかった。せっかくヒット商品ができたのに、総一郎は、交通機関を扱ってる限り責任というのは絶対に持ってもらいたい。持てないならやめてもらいたい。交通機関は人の命を預かるから絶対に責任の所在を明らかにする。とまで安全の重要性を説いているにもかかわらずこういう結果に終わってしまった。悲しすぎる結末だ。
その他にも68年に F1 で総一郎がこだわっていた空冷エンジンを搭載した車が、クラッシュしてドライバーが亡くなってしまった。え？その年をもってホンダは新しいエンジン開発をするということで F1 から撤退した。F1 も撤退しちゃったのか。さらに総一郎が力を入れていた車種も商用的に失敗してしまった。ホンダは好不調の波が激しいな。これだけ問題が起きたとなるとホンダの躍進は終わりなのかな？いや、新しいスタートだ。え？この頃だが一つホンダ社内で大きな問題が起きた。ユーザーユニオンの件？総一郎自身だ。ホワッツ？エンジンには空冷と水冷という分け方があるのだが、総一郎は空冷を押していた。どっちがいいの？一概には言えないが現在では空冷エンジンはほとんど存在しない。それでもお察したわ。総一郎は独創的な空冷エンジンを実現するために研究員たちに何度も設計変更を指示した。技術者としての情熱がそうさせたのね。だけど指示を出しすぎて業務に支障をきたすほどだった。邪魔してるってこと？見かねた技術研究所所長は総一郎特設コーナーを設けて総一郎が意見を言うときはそこを通すようにお願いした。あ、たまに会社で見かける光景だ。それでできたのが H1300。前評判は上々だったが発売直前で総一郎から注文が入り発売は1ヶ月延期。車体をバラしてエンジンを下ろし部品を変えてラインに乗せ直すという作業をした。才の変わらかな？69年5月に販売されるも結局商用的に失敗でマニア向け製品と評価された。これがさっき言った総一郎肝入りの車種で失敗したやつだ。空冷エンジンが難しいということが証明されてしまったな。その年の夏に軽井沢で若い技術者が集まりなぜ H1300 が売れなかったのかをテーマに議論した。何その答えが分かりきった会議。実際はどうやって総一郎に反省を求めようかというものだった。そっちかい。副社長の藤沢も交えての会議をした結果、藤沢は総一郎と直談判をすることにした。これって技術的な問題だから藤沢の出番じゃないよね。藤沢はこの時初めて総一郎の聖域に足を踏み入れて水冷にすることを促した。しかし総一郎は空冷を押し続けた。意地みたいなものがあるのかな？藤沢はこう切り出した。あなたは社長としての道を取るのか、あるいは技術者として残るのか、どちらか選ぶべきではないか？社長としているべきだろうね。水冷でやらせるんですね。そうしよう、それがいい。これは大きな転換点なのでは？翌年も技術研究所の社長でもあった総一郎は毎日研究所に顔を出していた。それが生きがいで生涯現役とか言ってそう。組織としていびつな形と思い、役員が総一郎にこう切り出した。研究員もどんどん育っているのでそろそろバトンタッチを考えていただけないでしょうか？わしを邪魔者扱いするのか。って言いそう。むしろ逆で、よく言ってくれた、なんなら今日にでもやめていいぞ、と涙ながら語ったそうだ。あれ？研究所が総一郎の全てだったからな。誰かが引導を渡してくれるのを待っていたのかもしれない。自分の育てた社員たちから言ってくれたのが嬉しかったのかもね。それで総一郎は本社の社長業に専念。総一郎と藤沢の二人三脚から四専務による集団指導体制へ移行した。世代交代を万全にするための準備か。そろそろ引退が見えてきたね。そしてホンダ総一郎最後の挑戦で最高の花道を飾ることになる。ここでまた一花咲かせるの？この頃排気ガスによる公害問題が大きく取り上げられていた。半世紀経った今でも問題になってるよね。66年に運輸省は排気ガス規制法を発表し、アメリカでは70年末にマスキー法を制定した。パソコンの雑誌？それはアスキー。いわゆる自動車排出ガスの規制に関する法律だ。一酸化炭素などの一定のガスを従来の10分の1に抑えろという内容だ。10分の1って無理すぎませんかね？アメリカのビッグ3などの大手自動車メーカーも、そんなの無理と達成不可能だと反発していた。そこまで難しいのか。総一郎は誰も挑戦していなかったのでチャンスと捉えた。技術者として腕が鳴るね。66年から部署を作り大学を出たばっかの若い技術者など7人での挑戦だった。すごく大変そうなのに7人で大丈夫？当時は排気ガスを測定する機会もなかった時代だからな。無謀な挑戦だな。結果72年10月にホンダは当時世界で最も厳しいと言われた基準をクリアした CVCC エンジンを発表した。同年12月にマスキー法合格第1号に指定された。成し遂げたのか。ホンダはこの公害対策技術を広く公開する方針を表明した。なぜに？公開した方が環境問題に対して大きく貢献できるからな。公益を優先したということか。73年10月に CVCC エンジンを搭載したシビックを発表。
3年後には 17.6 万台売れるヒット商品になった。環境に良くて売れるって最高だな。そしてニクソンショックやイスズと GM の提携など時代が大きく変化し始めた。こういう時こそ経験豊富さを生かす時だ。むしろ藤沢は時代の流れについていけないと感じ始めた。え？そして藤沢は73年3月に今期限りの退任を表明。そうすると総一郎は、俺は藤沢武雄あっての社長だ。副社長が辞めるなら俺も一緒に辞めるよ。そうして共に辞任することを決め記者会見で公表。その時総一郎は、私と副社長は二人で一人前でどちらが欠けてもダメだ。辞める時も一緒なのは当然。と自分に言い聞かせるように言ったそうだ。ただの同僚を超えたものがあるね。退任が決定した後とある会合で総一郎と藤沢が顔を合わせてこう語ったそうだ。まあまあだな。そう、まあまあさ、幸せだったな。俺も礼を言う、良い人生だった。熱い友情関係だ。二人は本社と研究所であまり互いに顔を合わせてなくて趣味思考、性格は正反対だったそうだ。それで仕事ができるの？共通した哲学を持ち、互いに価値観個性を尊重し、言うべきことは本音で主張して目指すべき道は同じだからな。公私混同はお互い厳しく制限して、お金に潔癖で遊ぶときは自腹だった。54年の経営危機の頃にお互いの息子を会社に入れるのはやめるよう約束して同族経営を避けた。同族経営を避けているのは聞いたことがあるな。引退後藤沢は表舞台から退いて悠々自適に暮らしたそうだ。ゆっくりしていったのね。総一郎は引退後に日本全国の工場や販売店に1年半かけて暗夜してお礼回りを実施。燃焼の研究の延長で人玉を研究したり、UFO の資料を世界中から集めるなどしてたそうだ。探求心は消えなかったか。社会貢献や海外文化交流など積極的に活動していて、二人は61年に資材を拠出して奨学金制度を作り科学技術者の卵を支援していた。83年の解散時まで2735人の研究者が恩恵を受けていたんだが、解散する時まで拠出者の名前を伏せていたんだ。なんだこの人たちイケメンすぎる。本田は総一郎の意思を継ぎ83年から F1 に参戦。86年と87年ではドライバーズタイトルを獲得した。総一郎は喜んだでしょうね。88年12月に藤沢が心臓発作で死去。享年78歳。相棒が亡くなったのか。翌年行われた車葬で総一郎はこう述べた。燃えるだけ燃え、二人とも幸せだった。二人一緒の時は思い出話などしたことはなく、将来の夢しかなかった。と感謝を述べた。仕事仲間として理想な関係だな。そして91年8月に総一郎も肝不全で死去。享年84歳。技術者としては激動の人生だったな。ニューヨークタイムズは一面に追悼記事で総一郎をこう紹介した。政府のやり方に抵抗した反骨の自動車技術者であり、戦後の荒廃から世界最先端の企業を作り上げた経営者。これが本田総一郎だ。経営者というより技術者なのでは？それも思ったが経営者として自分に足りないものを理解して藤沢に経営を託した判断。自身の引き際、製造業の考え方や経営スタンスなど大いに参考になる部分もあるからな。確かに尊敬する経営者としても挙げられることが多いよね。まああとは語録や生き方が面白くて情熱的だから取り上げられてるな。見てて飽きないよね。ま、今後もこういう経営者を取り上げようと思うからリクエストがあればコメントに記載してくれ。ここでうぷ主の取り上げた本音を聞いてみよう。最近車に乗るとよ。情けねえな。